ポントワーズは、フランス中央部、イルドフランス地域圏の都市である、バルドワーズ県の県都である。ただし、県庁舎は、ニュータウンのセルジー・ポントワーズのセルジー側にある。セルジー・ポントワーズ地区は、エコール・ポリテクニークなど多くの高等教育機関が、属する、ベルサイユ大学区にあたるため、私立グランゼコールである、エセックビジネススクールや、セルジー・ポントワーズ大学等がある。 ポントワーズは印象派の重要な地点となった。カミー・ユ・ピサロはポントワーズに17年の間住んだ。他にも、シャルル・フランソワ・ドービニー、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホ、ギュスターブ・カイ・ユボットなどが住んだり、創作を行ったりした。ポントワーズは、ベック・さんの歴史的な首都であった。その設立は、ローマ時代に遡る。当時、オワーズ川の上にかかっているピトンが、 チャウシー・ジュールズ・セザールという名のローマ街道上のルテティアとロタメイグスの間にあった浅瀬の防御物を支えていた。この道は現在も存在しパリからルーアンに向かう国道14号線の一部を成している。ソースイコール1999年まで LDH、イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。